今日は総武ボートさんでガチエレお借りしてます。このローランスのアクティブターゲット、アクティブシューティング、アクティブターゲットかをお借りして、今バスめっちゃ映ってる、これですね。この V の下にすごいな。ちょっと私総武さん下流の方にあるんで、今日は下流からやっていきます。いつも上流の方から、私は出船することが多いんで、桂川とか上に上がっちゃうんですけど、今日はこの辺りでワンド入ろうかな。ちょっと最初ワンド入ろうかなと思います。青田ワンド、まあ、真っ直ぐ行けば青田ワンドなんで、その辺りからやろうかな。で、まだ何もリグってないんで、着いたらリグります。浮いてるかな。こういう係留されてる船とかね、結構よくついてるんですけど、まあ朝一なんで一旦よっしゃ、食った。あ、うわ、負けた。え、今食ったよね、絶対。グンって入ったもん。うわ、まだいるじゃん。うわ、復帰が決まんなかった。やっぱいたな。
すごい、いっぱい魚いる。魚はいっぱいいるけど、これがバスなのか何なのか。すごい、ほら上がったり下がったりさ。この辺まででもトップで出るかなと思ったけど、ちょっとレンジ入れるか。大丈夫。この辺木がいっぱい沈んでる。カエルで。でかいぞ。食ったの見えた。よっしゃ、でっか。マジか。食いに行ったら見えた。やった、でけえ。やばいやばい、やった、でけえ。すごい、いいバス。カエルで、カエルで釣れました。やった、めてめっちゃいいバス。やっぱ今日はカバーがキーですね。やった、嬉しい。でかいよ。ちょっとサイズ測ります。めっちゃ食いに行ったの見えた今。よし、ちょっと測ります。よっ、6はないだろうけど、どうでしょう。あ、40 45.5 45.5。やったー、ありがとう。よいしょ。オッケー。よくやったね。パワーフィネスとかがよく釣れてるっていう情報もあったし、
この辺一体一昨日とかもすごいでかいのが釣れてるって言ってたん でこの辺がすごい浅くて、ああいう木がこう入り込んで入ってるところだし、上流からの流れも当たったけど、よれてるところにウッドチップとかがいっぱい溜まってるところなんで、いい場所かなと思ったけど、やったねカエルちゃん。さっきバラしたのも同じ感じだったのかな。朝のバラシがいいヒントになりました。やったありがとう。ライブサイト成功した。マジか。食いに行ったもん今ボトムに。やった。やば。映ってたもん今。魚探に下に食いに行ったの見えた。嬉しい。いやもうこれサイズとかじゃないわ。いやー。イエーイ。ライブサイト成功したやったイエーイライブサイト成功しました初めての嬉しいしじみ飯ありがとうございます。よっよっしゃ